で、今回あの、アメリカ合衆国の次期国務長官、まあ日本で今外務大臣、はいえ、ティラーソンさんが辞任しました。実質解任でした。で、今度、ポンペオさんと、ポンペオさんだったり、ポンペイオさんだったりとかする方なんですが、現在 CIA 長官が、はい、まあ現職 CIA 長官、次期国務長官が、平壌北朝鮮に飛んで、そこで金正恩さんと会って会談をしたということなんですが、 これをね、一部、特にアメリカの外交ロビーの方たちは、あんな素人があんなことやって大丈夫なのかって、これは心配だぞって言ってる人もいれば、いや、あれがトランプスタイルだって言ってる人もいる。これどう、どう見てますかこれ危ないですね。えー、要するに、まず裏と思ったがガチャガチャになっちゃってると。裏の交渉を表に出てきたらいけないんですよ。それから、 今回は CIA の長官が行ったっていうことよりも、トランプのお友達が行ったっていうこところに意味があるわけです。あれお友達政権ですから。いいですよね。ですから、そこのところにおいて、あの、今までの経緯も知らないし、だからこれは北朝鮮にとっては、本当に待ってました、あとカモがネギショってやってきましたっていうことだと思いますね。はいはい、完全にキム・ジョンのペースで進んでますよ。うん、だから、日本としてはこのまま行くと、あの、日本全域が、うん、 北朝鮮の核弾道ミサイルの射程圏内に収まるというような状況で、追加的な核兵器作らないですよ。大陸間弾道ミサイル統計しますよぐらいで大成果だと。アメリカには核ミサイル来ないぞって言って、合意しちう可能性ありますよね。これ安倍さんからすると、この番組でもあの、よせスとさんもおっしゃってますととにかく現地取らなきゃいけないのは、通商問題云々といといりは、まずは中長距離ミサイルに核弾頭を乗せない。そのことについていいか、金正恩お前約束しろとトランプさんが言えるかどうかという、それを。それは言えない。 今のトランプには。だから、私だったらもっと別の知恵をつける。六、はい、6カ国協議の枠組みがあるでしょ、はい、あそれを首脳レベルでやろうと一回。首脳会談を6カ国でやるっていうことを言えば、うん、金正恩だってそこに習近平とトラン、うん、あの、プーチンが入ってくれるから。はい 少しやりやすいって形になって、とにかく日本が入れる。うん、今の日本パッシングをやめて、うん、日本外しをやめて、日本が入れる枠を作るともう今のハードルは、あの、そんなその、あの、中距離弾道ミサイルに関しては核載乗せないなんていうことなんか言ったってトランプ聞いてくれないですよ。うん、もうそれぐらい日本の学力弱ってる。6カ国協議を今まで実務者レベルでやっていたのを今度は首脳会議にしようと。ただし、今回それ言ったらいっていうのはもうそのチャンスも失してるわけで、このまんまだったら、習近平とトランプでね、示し合わせて、 北朝鮮経済協力必要としてるからな。どうだ心臓に白紙弧ってでも切らせるかと。お、それいいなぁと。こういうふうになりかねない。だからこっちは過去の脅威にさらされるは金は払わされればと。消費増税になったら、その消費増税のうちの、なんかコんマ何パーセント分が北朝鮮に行くみたいな、こういうことになりかねないんですよ、今。危険ですよね。危ない。はい。えー、佐藤正さんが今日文化放送のこのフロアにいらっしゃって、開口一番。 財務省最低だなっていうい。もうもっと最低ですよ。<laughs> それでね、あと、<laughs> 今のこのニュースでもね、えー、テレビ朝日が抗議したっていうんでみんな遅すぎるっていうことだけ悲観してるでしょ、うん、それだけじゃない。はい、レベルが低すぎる。レベルが低い。官房長に対して抗議してるでしょ、うん、これはそうじゃない。要するにこれは社長から、 財務大臣に対して抗議じゃないと。はあはあ、要するに、抗議っていうのは外交の世界でも民間の世界でもこれ一緒なんですけどね、うん、どのレベルで抗議をするかっていうことによって、深刻度が変わってくるわけなんですよ。うん、だから、テレビ朝日、ちょっと及び腰ですね。あの、テレビ朝日側から考えると、今回これでもし報じたことによって、まあ、セクハラがあったと。報じたことによって、それで日被害と、そしてもう一つ、まあ、取材活動が円滑に行かなくなってくる可能性があるっていうことも言っていますけども、 佐藤さんがおっしゃるのは、要するに現場レベルでの抗議ではなく、今、官房長というのは、はい、あの今、事務次官、こういう状況ですから、実務のトップが今、官房長をやってるたり、はい、ただし、あのー、この官房長っていうのは、あのー、まだ正式な福田さんの次官ですからね、そ,ねその指揮下にいる人ですから。はいうん その上に抗議しないと意味ないですよ。テレビ朝日の社長さんから、はい、え財務省は麻生財務大臣、麻生太郎財務大臣に直接抗議をする。抗議しないと。だって下の人間に抗議したって意味ないじゃないですか。やったのが上だから。はい、平野事務官がやったんだったらそれは官房長や人事課長に抗議すればいいですよ。うん、そんなトップがやってるわけだから、うん、政治レベルで抗議しないと。うん、あのそれからですね、まずあの二次被害を防ぐっていうことだったら僕はよくわかんないのは、はい、二次被害を防ぐって理屈があるならば、 彼女は配置がいするべきですよね、まず。要するに、これ以上その被害にさらさないっていうことだったら、この福田何がしなる人物と接触しない場所に置くっていうことをやらないといけない。うん、それやってね、やってるって話は聞いてない、少なくとも。不思議な感じがする。うん、それから、報道が、あのお、それによって取材活動に支障を来すこれは要するに、これ私も官僚の時代っていうのはリークをやってるわけですよ。うん、リークっていうのは、 政府の政策を円滑に進めるために行うわけで、選択的に行うわけですよね。だから、その時にそこから外されてるっていうのは、うん、これは当然、なる。役所、うんうん、からして。ただね、問題はここで行われてるっていうことは、違法行為かどうかはともかくとして、社会通念から離して明らかな不正行為でしょ、うん、不正行為までさせて、情報を取ってくる必要があるのかっていう、メディアの根本が問われてるわけなんですよ。うんうん、特に、これ、あの、 女性の記者の皆さんたちね、不愉快な思いっていうのは何度もしてるっていう人たちいると思うの。しかしやっぱり取ってこないとと。それで僕は率直に言うんだけども、有力な政治家のところとかあるいは官僚のところに、この、あえて女性記者をつけるような風潮がやっぱり一部のマスメディアにある。これは非常に良くない。 だから、あの、業界用語で、本当に良くないんだけど、鍵括弧区、うん、の市とか、都市とか言ってね、うん、そういうような形での取材っていう、こういうような感じのことっていうのは、やっぱり、現実としてあるから、どの社も公には認めないけども、この際、ここのところに関して、ピシッと一線を引いたらいいと思う。それから、この調査に、僕はテレ朝は応じたならないと思う。はい、なぜならば、もう財務省レベルで調査する話じゃないんですよ。うん、これはね、首相の官邸主導できちんとした調査を行う。うん もうそれまでの政治案件だと思いますね。うん、それですから、財務省が福田さんによって任命された人たちによって行われている調査っていうのは、全部これ第三者性がないと考えたらいいと思います。うん、財務省以外の財務省より上、あるいは独立した機関、人事院、うん、もしくは内閣官房によって、今回の件に関しては特別の調査委員会を作って調査するっていう体制になって、初めてテレビ朝日が応じるべきだと思うんですね。それからね、あのー、 今回の件に関してはもう一つ取材方法ので重要な問題があるんですね。うん、具体的には2点なんです。一つは隠し撮りなんです。はい、今それは横行してるんですけど、もし隠し撮りをされるってことになった場合には、これは政治家や官僚が隠し撮りを警戒して本当のことを話さなくなるんですね。うん、そしたら結果として国民が真実知れなくなるんですよ。それだからオフレコじゃなくて全部オープンでやれっていうのはあるんだけども、それじゃ建前なんで実際できないと。うん そうすると隠し撮りをしたものっていうのは自分の身を守るための隠し撮りっていうことだったら、これは絶対に外に出しちゃいけないわけなんです。うん あるいは講義で使うっていう形で出さないといけないその時っていうのは内部の資料として使って、動かさる証拠として相手に突きつけて、お前こういったことやってるなとど,どうだっていう時に使うための証拠なんです、ね。まあ今回はテレビ朝日の女性記者に関して言えば自分の身の危険も感じたのでそうですね。そうです、おっしゃってますよねすす。だからそこにはすごい正当性があるんです。はい、しかし、それを外部に出しちゃうっていうこと、これがもう構わないんだよってことになると、これ日本のメディア全体の劣化につながるんですね。ただ今回の件に関してはね、テレビ朝日は、 彼女が週刊新潮に音源を渡したこと、うん、取材に応じたことを不適切で遺憾だって言ってるんだけども、うん、僕はこれはおかしいと思う。なぜならば、会社の中で報じてくれとやったんだけども、 それができなかったと。うん、そしたら彼女はある意味では会社を首になる覚悟まで全部したところにおいて、これはこういう思いをするような記者がもう二度と出てほしくないっていう、うん、そこのところがあるんで、うん、週刊新潮だったら確実にやってくれるだろうっていうことで持ち込んだわけだから、これはいわゆる公益通報に準じた扱いになる。公益通報、はい。要するに会社とか官庁の中で違法な行為を行っていると。うん それが会社の中で握りつぶされるんで、外に対して通報するっていうこと。うん、これはあの、あの、不利益処分を受けてはいけないってい公益通報制度っていうのがあるわけですよね。公益通報に準ずるものとして考えるべきだと思うんですよ。うん <laughs> ただ、あのー、最大、あの、問題っていうのは一番悪いのはこれは財務省ですよ。それ、この福田さん悪いと思いますよ。彼自身は否認してるけども、そういったことはないと裁判で争うって言ってるんで、無罪推定は働くんだけども、少なくとも彼が言ってるのは全部彼の認識と評価の話なんですね。そうじゃなくて事実としてそういった発言をしたのかどうかってことなんですよ。最初は自分の声じゃないかわからないと。ところが、後から全体を聞いてみればセクからじゃないっていう。これ、自分の声だって認めてるってことでしょめちゃくちゃですよ、言ってることが。 だから、あの、私自身刑事事件にの対象になって、それを有罪を受けたから、無罪推定は大切にしないといけないんだけども、これは今出ているところと福田さんの弁明から全部考えて、彼はやっぱり相当の,あの疑いもあるし、合理的な疑いがあるし、責任があると思うし、それから公職にあのいる人間として不適切な発言が多いと思う。 だからそこのところで彼は事実明らかにしないといけないんですよ。でも今のままじゃ事実明らかにできないから、もっとこれ首相官邸が主導で厳しくやらないといけないと思う。その辺の感覚も首相官邸もちょっと鈍ってますよね。鈍いですね。うん、それからさらにね、国家公務員倫理法っていうのがあるんですよ。うん、彼が言葉遊びだって言って、あの、女性が接客するお店に行ったことがあるってこと言ってるでしょ、うん、じゃあ、手縛ってくれとか、うん、胸触っていいとか、こういうような言葉遊びするってどういう店かってことですよね。うん、その店の支払いって自分でやってるんですかね。うん 支払いね、はい。あるいは役所のお金使ってるんですかね。うん、役所のお金は国民の税金ですからね。こんなことに使ってもらったら困るわけで。じゃあ誰かに奢られてるっていうことならば、これは国家公務員倫理法っていうのがあって、これはかつて大倉省時代の大倉官僚がノーパンシャブシャルとか言って過剰設定を受けてるんで起きた法律なんですよ。5000円を超えるものに関しては、あの、倫理報告書、増与等報告書、増与等報告書っていうのは市販期ごとに出さないといけない。後出しはできないんです。 これを彼がやってるかどうかっていうことも、首相官邸主導で徹底的に調査する必要がありますね。それで、あの、ノーパンシャブシャブの時に、あの、大蔵省っていうのは金融機関を分離して、大蔵省の力を削いで財務省にして、それで国家公務員倫理法も入れて、その、倫理の面を確立して国民の心理に耐えるような役所にするっていうことだったんだけど本当にそうなってるのかどうかっていう、それ官邸主導でやるべき。あともう一つね、あの、 佐川さんがいて理財局。はい、あそこだと大体係長30代ぐらいのレベルぐらいのところで10億円ぐらいの国財産を処理できちゃうんですよ、決済が決済できるんだ。だから地方っていうのはそのレベルですから、地方の事情っていうと。それ、そういうようなあところで権力が集中しすぎているから、自分たちは特別な人間だと勘違いしている要素があるんじゃないかと僕は思う。そうすると、 理財局を切り離してね、うん、国有財産管理庁みたいなものを作ると、金融監督庁と同じような、うん、それで、やはり権力を少し分散しないと、うん、権力が集中するところからあの人たちのおごりが生まれてるんだと思う。だから首相官邸主導でこういうことをきちんとやらない限りね、うん、これ財務省の今回の疑惑とともに、うん、この世間沈みますよ。